Miki-san, can you explain how to use the tea shaker and why it was developed? 普通お抹茶はこの茶筅で立てますけれども、茶道を習わないとなかなか難しいと思う方が多くて、簡単に立てられるためにこのシェーカーを開発しました。これはごく普通のボトルに見えますけれども、秘密がここにあって、これがあることによって泡が細かく立ちます。 What do you think about the global popularity recently in matcha? 私は UAE とあとヨーロッパに展示会でよく行ってます。毎年1回2回行ってるんですけれども、行くたびに抹茶、特に抹茶ラテがどんどん広まっていることを見ていますので、これからもどんどん増えていくと思います。 Miki-san, what is your mission with matcha? 私は宇治出身で美味しい抹茶を毎日飲んでました。しかも手摘みのお抹茶を飲んでいたんですけれども、この美味しいお抹茶を世界の人がみんな美味しく飲んでもらえるようになることが私のミッションで、このシェーカーにも書いていますけども、ヘルシーライフウィズ抹茶。お抹茶をどんな方法でもいいです。あの茶筅でもいいし、シェーカーでもいいから、みんなが気軽に飲んでもらえるのが私のミッションです。 What are your hopes for the future for spreading the word about matcha? 今はまだ低品質の抹茶しか世界に流れていないので、この美味しいお抹茶をもっともっと広げたいなと思っています。今はヨーロッパとサウジアラビアが中心なんですが、 UAE とかアメリカとか、そしてオーストラリアにももっともっと広げていきたいなと思っています。